皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。今回は、夢幻のごとく、続きをプレイしていきたいと思います。前回は大苦戦の末にですね、なんとか、本本の長六を撃破しました。その長六からはですね、クワナのお頭の許可を得ないと、山賊としては協力できないということでしたので、今回はそのクワナへと向かっていきたいと思います。前回のその長六との戦いの苦戦、これを受けてですね、レベルを少し上げておきました。信長がレベル12まで上がっています。コロクも13、ランマルも12ということでね、ある程度、今回はサクサク進められるんじゃないかなというふうに期待しています。ではまずは、桑名方面へと向かっていきましょう。で途中にあるのが信長によって滅ぼされたこの伊賀の町ですね。信長に殺されたお父様が司令になって屋敷跡をさまよっている。どうか父を救ってあげてください。いやー、その信長がここにいるんですよね。ではちょっとここもダンジョンになってるようなので、確認をしていきましょう。敵も今までとはちょっとだいぶ様相が変わってきましたね。ただレベルを上げておいたのでそこまで脅威となる感じはなさそうです。ではこのまま探索を続けていきたいと思います。炎が風で揺らいでおる。何か通り道があるってことですよね。風の通り道がこっちに行ける、行けるな。まあ、それなりにダンジョンがですね、複雑だったり、ギミックがあったり、今みたいな隠し通路があったりということで、攻略はね、一つ一つ時間がかかりそうなところが多いなっていう印象はあります。ん？何かボスキャラっぽいのがいるな。先に宝箱を漁りましょう。やつを。気力が。まあ、ボスがですね、かなり、まあ、長六もそうなんですけども、強力だったので、まあ、警戒しながら戦いたいなと思うんですけど。この雑魚キャラはですね、完全に一周できる、レベルには到達してると思います。ダメージももうほとんど受けないですね。まあ、ただボス戦となるとね、またちょっと様相も変わってくる部分もあると思うので、まあ、しっかりアイテムを駆使しながら戦っていきましょう。エンカウント率がめちゃくちゃ高いですね。宝箱を開けるまでに相当エンカウントしました。薬草、薬草、人家さん。よし。じゃあ、これでいよいよ、こいつに話しかける。もしや貴様は信長。何？見破ってきましたね。お前に焼かれた若い一族の恨み、忘れはせぬ。死ねい。戦闘になりますね。ボスの音楽だ、やっぱり。死人忍者。ここはもう技術、そうだな。極め投げを全員打ちましょう。75。そうか、普通に攻撃するとどれくらい当たるんだろう。極め投げはとにかく一番一撃は強いと思うんですけど、146。ランバルも極め投げ。初手極め投げ。151。じゃあ次普通に攻撃してみますか。うん。コロクは傷を受けていない。そうか。もはや、レベルが上がったこの信長たちの敵ではないと見た。普通に攻撃していきましょう。倒しましたね。166の経験値、レベルも上がりました。全員レベルが1ずつ上がった感じかな。よくも信長めが
苦しい、助けてくれ、うーぐわー、また死人忍者がしどめの家計塾の方を指差し倒れている。家計塾を調べた、隠し階段がある。出れたのかな。洞窟から光が差しました。父も光に包まれて成仏したことでしょう。いや、なんとも切ないな。では、宿で休んで桑名に向けて出発します。さあ、桑名へ向かう洞窟があるので、この洞窟に入って桑名へと抜けていきます。ここもダンジョンになってんだ。さあ、洞窟を抜けました。そのすぐそばに町がありますね。宝箱なんかを開けて手に入れた装備を装備させてます。信長は両手に背負い立ちをつけて、五六も背負い立ちの代わりに野立ちなんかを持っています。乱丸はそのまま内刀なんですね。では入りましょう。ここここそ桑名なんじゃないか。桑名の村、そうですね。では探索していきます。オイラは高野山で修行中の修行者だ。久しぶりに山を降りて国中を旅してるんだ。あんたと一緒だと退屈しねえかもな。どうだい、あんたについていっても構わないかい。仲間に加えますか。いや、誰なんだろう。ありがとう。仲間になったけど、この正幸、何者なんだこの正幸というのは。レベルは5。あー、装備は、あ、弓を持ってるんだ。これはちょっと新しいキャラですね。正幸が仲間に加わりました。てめえらがクマの砦を乗っ取ったやつら、覚悟しやがれ。いきなり戦闘か。ただボス戦の音ではないですね。普通の山賊だな。であれば敵ではない。なんか問答無用で倒したけど、よかったのかな。では探索を続けます。てめえら、クワの砦を生きて抜けられると思うなよ。この辺りの山賊は誰も棟梁には逆らえねえ。いやー、ここに棟梁いるんだな。おい、てめえ、わしの声を忘れたのか。長安、ここを開けんか。おざくな、コロク。窮地の中なんだな、コロクと長安なるものは。足を洗ったお前が何の用じゃ。もっとでかい盗みをさせてやろうぞ。何を言う、仲間を抜けた奴は信じられるか。熊野の砦はてめえの仕業か。たったっ殺してやる。これはボス戦の音楽になるか。ボス戦だ。山田長安、実際にいた武将なのかな。ちょっとすぐに出てこないですね。前の長安っていう武将はね、いたと思うんですけど、これは山田長安ですね。ここは全力でいく。まずは極め投げを打つ。6の極め投げ、どうだ。81。長安は撫で切り。19。まあそこそこ食らうな。正幸が相当食らうパターンですね。ではここは極め投げを連発して、正幸だけ回復に、眉先だけ回復に専念しましょう。しかも自分を回復する眉先で、あとは全力極め投げでいきます。狙い撃ちとか連射とかもね、覚えさせたんですけども、装備が銃系の、武装にはなっていないので、まあ、ここは無難に極め投げを打っていきます。お、合言葉がある。ちょっと使ってみたい合言葉。信長に合言葉を使った。お、回復するんだ体力が。これはすごい。眉先使えるかも。
何先で回復ですね。そうなるとね、記録がある限り。で、残りのメンバーは極め投げ、マビリ、ランマル、ホロクもちょっとダメージが加算できたな。早めに決着つけたいですね。極め投げを3人から連続して受けてる、この山田長安なるものもちょっと嫌ですよね。特会引っかえ、こう、取っ組み合いになってるんですよね。ちょっと想像すると面白いですよね。この3人が、信長、コロク、乱丸が次々に絡んでくるっていう状態だと思うんですけど。そろそろ、気力も、なくなってくる頃なので、あ、コロクに43、単体攻撃だとそれなりにダメージ食らうな。ここは一回コロク回復しよう。コロクがやられると痛すぎるので。で、眉先は自分を合言葉で回復。合言葉じゃないね、強薬ですね。なんかちょっとね、読み間違いが目立ちますけど。じゃあ普通に攻撃していきまーす。渾身の一撃150。ランマルに14。その程度では。撫で切り。ここは押す。押し込む。眉先が死んだ。まあ、眉先はこれ普通に攻撃食らってたら死にますね。仮に、体力がマックス状態であっても。いや、眉先レベル上げられなかったの痛いな。防御でもよかったのかな、眉先は。長安、わしがわからんか。げ、死んだはずの信長じゃ。たわけが。信長は長安へ草になり、外国へ潜入するよう命令した。草の手はずは打った。次は伊勢の茎義高じゃ。義高前、わしの顔を見て腰を抜かすなよ。と言ってますね。というわけで、ここに出てきました。では、キリがいいので、今回はここまでにちょっと短いですが、させていただいて、次回は茎義高のもとへと。向かっていきましょう。伊勢にいたと思うので、伊勢へ向かっていく感じですね。